いた。よう。貴様はちょっと忠告しに来た。いいか、おめえの探してる3人は近いうちに絶対現れる。だからそれまで待て。余計な破壊や弱い者いじめはもうやめろ。なんで待つんだ。何か企んでいるのかな。ああ、おめえらを倒す特訓をしてんだ。僕たちを倒すって、そりゃ千年特訓したって無駄だぞ。そんなのを待ってやるもんか。すぐにここに連れてくるんだ。だろうな、そう言うと思ったぜ。じゃあオラもちょびっとだけ抵抗させてもらおうかな。へへへ、面白い。お前の恐ろしさをはっきり見せてやれ。おい魔人ブー、何やってるんだ。さあやってしまえ。わかったわかった。なんだおめえ、そんなに強いのにバビディの言いなりか。うるさい、余計なことを言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。なんだ、再び呪文で封じ込められたいか。俺を封じ込めたらお前あいつに殺されるぞ。こいつめ、いつの間にか余計な知恵をつけおって。でもあいつ倒してやる。良い子みたいで嫌いだもん。はあ、チッ、しょうがねえな。無駄だ無駄だ。ベジータだってそれをやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えた、スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。何？これがスーパーサイヤ人の状態。そしてこれがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人2ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そしてこれがさらにそれを超えた。スーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れていねえんだ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。そういうことだバカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー。でも時間を稼がねえとな。戦いを楽しんで余裕たっぷりだな。
と目を向けたな。動き出した。ドラゴンレーダーを見つけて西の都を離れ始めたな。おい、なぜ戻る？お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。そいつは光栄だが、オラには時間がねえんだ。割が蹴るぜ。逃げられると思うなよ。倒してしまえ、魔人ブー。いいか、バビディ、てめえの探してる3人は2日後に現れる。だからそれまで何にもしねえで待っててくれ。強いのか、そいつら。けっけっけ、僕がそんな言葉に耳を貸すと思うのか。ちっ、惜しいな。せっかく魔人ブーには楽しい勝負になりそうなのによ。消えた。ほい、逃げちゃったじゃないか。お前がグズグズしてたからだぞ、ウスネロ。探してこい。バビディ様、俺いいこと思いついた。な、何？いいこと？喋れないだろ。俺を封じ込める呪文も言えない。お前からいろいろ覚えた。もうお前に用はない。ヤッホー。さて、強いやつやってくるまで退屈だから、地球人全滅して遊んでよーっと。バビディがいなくなって、魔人ブーは計算なしで破壊を楽しんでやる。どうした、ソン？さっきのスーパーサイヤ人3ってのな、使うエネルギーが大きすぎて一気にヘトヘトになっちまう。オラに残された時間はあんまりねえ。それまでに何としてでもチビ二人にフュージョンを完成してもらうしかないな。希望の星はあの二人だけだ。
ってきました。これでしょ、ドラゴンレーダーって。よし、もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えるから、よく見て覚えてくれ。まず二人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。ビュー、腕を反対にしながら二人が近づく。この時動かす足は3歩分だ。ジョン、手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ、こうして二人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。どうしよう、かっこ悪いぞ。うん、じゃあ次は分かりやすいようにピッコロと二人でやってみっから、よく見てろ。お、俺がか。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。フュージョン、はっ、よし、さあやれ。ワンツーワンツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。わかった。ピッコロ、あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、孫君。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったら、よろしく言っといてやるさ。うん。あの、私、ごはんくんはまだ生きてると思うんです。そうだな、生きてるといいな。はい、ではここまでじゃ。行くぞ悟空。なんだごてん。うん、わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早く言えばよかったのによ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。よし悟空、あとは自分で行けるじゃろ。お、サンキューばあちゃん。ご飯はもう天国に行ってんかな。
これはご飯。そうだ、ご飯の木だ。なんで、あれ、どこだ。ここでも海王界でもね。いて、よし、一体どこなんだ、ここは。いる。確かにご飯の気を感じっぞ。どこだ。